難易度どうしようかな。イージーはやっぱ無難にノーマル。お。私有地って書いてた。誰の私有地だ。何してんだこいつは。顔痛えよ。お、胸元に。このまして喧嘩になら、ちゃんと相手を選べ。喧嘩かい。大金持ち歩いてるとき、特にな。綺麗な財布。むしゃくしゃしてんの？むしゃくしゃしてそうだな。21世紀。サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。前髪薄。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝まで。ねね。嫌がってるやん。なんだてめえ。いてんだよ。おい、ちょっと待てよこれ。おいてめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつうんだよ。周りも止めてやれよ。おい、よしよ、よせ。ああ、いや、通報されるよ。酒飲んで大きくなってたな。反省だ。どうもすみませんでした。誰だ。よう、頼んでおいた仕事どう？金貸し終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。それはそう。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは半分ぐらい。取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まあ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。とっとぎ。ありがとうございます。しか
しバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。まあ確かにね。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。なんか急に語り出した。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど。ちょっとバカにされてるよ。そうじゃない。俺には分かりません。それじゃあこれで。声引きしびー。なあ、うちに来ねえか。なんで。兄ちゃん、君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけだける。いやいや、さっきまで金がどうこう言ってたやつが、金さえあれば言うセリフじゃないだろ。不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな。俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃあ。どっちもキザだな。金貸しが偉そうに見下してるし。めんどくせ。おい、ここからスタート。おお、シリ、チチ、飛ばしていい。ポケベル、わかんない。渡りの哲也さん出てる。杯の掟と。錦と待ち合わせ。724106。何？何しおろかな。あ、何してるが。あ、てんね。る？六る？何してろ？あ、にし、おぉ。おぉ。おい。ドリームマシン。自販機。入手困難な目打ち物が手に入ることがあります。おい、ムービー。ほら、早く金貸せって。後で返すっつってんだろうが。困ります、勘弁してください。バンダナがダサいな。ごちゃごちゃうるせんだよ。いいからさっさと出せ。ミスターチェック、誰か助けて。うちの島で勝手な真似をしやがって。しゃーなし。オッケー。なんだよ。よっちゃん。ほら。よっちゃん。おい、ヤクザじゃねえのか、そいつ。バカ。ヤクザったって、年も大して俺らと変わんねえ。若い。どうせしたんだろ。いや、ヒゲ生えてるよ。お前ら、この町に来るのは初めてか。え？
だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。こら！オッケー、町のヤンキー資格を連続で入力するとラッシュコンボを繰り出します。バトルにおいて最もの基礎になります。はい、もうオッケー、いいね。四角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 を入力、そして四角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 を入力と四角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 、いやー蹴られた。でここは避ける。ターゲッティングとかないのこれ。まあいいでしょう。四角での連続攻撃中に三角を打つと敵からダウンを奪うフィニッシュブローを繰り出すことができる。四角の回数によってダウンの効果が変わる。あ、オッケーオッケー、よしよしよし、やべ。まず四角パスと四角四角パスパス、いやパスじゃねえや、三角四角四角四角三角三角、オッケーオッケーオッケー、丸を入力するとつかむ。オッケー、よっしゃ。そして丸々で投げ技、いや三角四角四角、喧嘩指南が完了しました。生意気なやつらを黙らせてやりましょう。殴られても四角や三角や丸で即座に反撃行動に出ます。これを根性反撃と言います。 OK、 根性反撃任せ。待て、捕まして、オッケー、顔から、オッケー、もう17、いやまだ生きてた。そういうこと？ダメージ中にってなんかなんだろう、よくわからんな。合ってたかな、食らっちゃったけど。てかガードのやり方教わってないよ。え、相変わらず容赦ねえな。錦や錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。お豆腐さんと呼んでこう。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。いくつで興味ね、年いくつ、相変わらず硬いね、二十歳。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。20は超えてそうやな。あの、ありがとうございました。は、いや、この度はどうも。片手でも振って見送ってやるよ。お日柄の話、行くぞ錦。お日柄の話し始めたな。しかしよ、お前も様になってきたよな。もういっぱしのヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな、これで風間のおやっさんも少し安心するか。おやっさん、さあな、あいにこ俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう、少し頭使えや。風間のおやつさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってさ。へえ、ノーパン。ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。
確かにな、ただのスーツって感じだな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。着るもんじゃ変わらんて。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな。おっさんだな。極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見えのためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見え張りてんならケチケチすんな。確かに。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ。肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全て。わかった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。ピンク通り、あの辺りにいい店があるんだ。どこだ。カメラの、いや、カメラのまでしか見えんかったな。いやー、さあ行くか。ロングコーター。なんだ、喧嘩からしいな。酔いすぎやろ。おい、邪魔だ、道開けろって。もうあるわ、おっさん。おっさんと青年が喧嘩すんなって。おい、錦、気短いからすぐ切れるぞ多分。おっさん、おっさん言うなって。なるんだからみんな、おっさんに。喧嘩っ早、桐生の方が喧嘩っ早いんだ意外と。いや、ストリップの看板の方が気になったわ。よっしゃ、行かしてくれ。よっしゃ、行くぜ。オッケー、いただきます。ナイスパンチを打つや。それが酔っ払い相手だなんて。ファイティングの才能を何だと思っているのかね。才能、見ての通り酔っ払いたちの目を覚ましてやっただけだ。こいつの役割は終わった。なんか喉がやばい。行くぞ。認識ついてくぜ。ピンクドルタヘルス、いいね。道で寝んなよ。汚ね。たく。臭そう。相変わらず品のねえ町だよな。言うたるな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ。この彼女って間違い。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか。錦山くん。おい、その一人がここにいましたわ。よう。欲にくらんでる奴らが、奴らってか。現役女子大生ホステスのマドカちゃん。マドカ。ユイちゃんだ。マドカちゃん。
遊んでんな。ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日、後で顔出すよ。本当に？にいいじゃないんだよ。なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけどな。かわいこぶりがすごいよ。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。欲しいだけやん。やった、信じてるよ。貯金しとけや。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったそうだけど、そうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだよ。ん？いいか、一人じゃ寂しいか。組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。そういうこと言うなって。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。好きでやってんだよ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくない。確かに、のし上がれるな。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど、そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。今月あるや。お前この店にはよく来んのか。ん？これで二度目だけど。なんでだ。ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。ダセーな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。そういうもんな。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。一番知ってるくせに。俺はおやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやさんの子じゃない。道島組の組員なんだ。なんで違うのそれは。おやさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そういうことね。そりゃ道島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。なあ。いいね。分かった、今日はとことん付き合うぜ。え、急に何？おとぎ始まった。ジャスティス、なんつった今。ダメだね。ダメよ、ダメ。こっちでしょ、普通に。はい。うわー、リズムが古い。カップ、おう、そういうことね。
バカみたい。いや、下手。子供なのね。夢を追って傷ついて。嘘が下手なくせに。おお。笑えない。緊張。緊張するな。やば。I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用ミスター普通になのにどうしてリズムに乗れさよならは言えたのダメだねダメよダメどれだけ強いを避けても歪めないもうむずいなこれ思い出がバカみたいどこに何のボタンがあるか分かんなくなるまだ続くんワンコーラスでいいって終わりか終わったよかったひまわりどこで飲んでるこれ変わってない場所何点だうわこれリベンジだな絶対100点だぞいらなかったぜおめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ確かにあんな歌歌うなんてなそりゃお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで嘘つけその割にはノリノリだったじゃねえか普段から隠れて練習してるんだろう。そうそうなあ実は一人カラオケ通ってるんだよせよそんなわけねえだろそんなわけねえだろかわいいそれにしても思いっきり歌ったら腹減ったな締めにラーメンでも行っとくかいいねまだ食うつもりか俺はそんなに腹減ってねえよまあいいじゃねえか付き合えよ天国圏でどうだしょうがねえなわかったよ行くぞ前から思ってたけどよおめえいい声してるよな曲のチョイスは渋いけど悪かったな流行りの曲はよく知らねえんだ声も渋いけどな少しは勉強しろって角や流行りに遅れた男はモテないからないや近違うわそうかここだと思ったら違った男のアイドルなんかは有楽天、ね、俺も今勉強中だ勉強すんだ下がりして何とかやり過ごしてるそれ周りにバレてんじゃねえのかかもな見え張りすぎたろちゃんとついてこいよ遊んでたわな、おいなんだよ全然食ってねえじゃんか麺伸びちまうってだからもう食えねえって言ったろ大盛りなんか頼みやがって情けねえこと言うなよそれでも男が昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中ですただいま続報が入りました若い男性の身元が判明したとのことです誰だ死体で発見された男性は都内在住の会社員見たことある栗原太一さん32歳栗原警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ今後関係者から事情を聞く方針ですおい、キリュウん神室町で殺したとよくある話だろうがいや、お前
昨夜の取り立て、相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。死ぬほどやったん。ここって、は、俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。俺が取り立てたやつだ。おい、お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。ねえ、早速呼び出した。ドキドキする、ドキドキするよ。そんな呼び出し、どうにか言い訳考えないと。事務所に電話してくれ。丸屋製麺所。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな。お前まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。なんで。何、この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ。お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そう思ってるのはいかねえよ。自分だけなんよな。こうしとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。道島組若頭補佐の3人とかな。くそ、そもそも半年前親さんが殺にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。そうでしょ。何ですか、親さんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが殺にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって、いや3人の若頭補佐の1人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴が、兄貴かよ。おやっさんを殺に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼは偉い勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえ。そやな。だろ。そうか、そうだな。わかった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまん。かわいい。知恵貸してくれる人探す。豚骨系なんだね。よし、公衆電話を探せ。おっと、危ねえだろ。あ、おっと、なんだよ。よし、北海道ラーメン津軽。キリュウだ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい、クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願いやす。もうクゼやん、それは。若頭補佐のお三方がキリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。心臓バクバクよ、キリュウちゃんも。ドキドキでも。
370円。仕方ねえな。かしこまりー。こんな感じなんだ。雑居ビルとかじゃないんだ。待たしてくれるじゃねえか。そりゃまあそうなるよな。偉くなったもんだな。おう、キリ。うぜえ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えたお前を呼び出した理由わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルフどころじゃなくなっちまったな。殺すな。ねえ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し。東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片木殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小競りの取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ片木をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだが、まあ、そうだよ。ちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ。片木ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばことは収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。何言っても自分のせいだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨てていった場所だ。おい、ゲリア。おめえ、よりによってなんであの場所でやったんだ。え？まさか、風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。渋沢、おやすさんの指示って。なんでおやすさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答えろ。めっちゃキレるやん。なんであの場所を選んだ。頭の指示じゃねえのか。え？それにチャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでしらを切るつもりって。どうやったらそうなる。見つかった死体は痛みつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく荒揚げしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。
ああ、キリュウ。クゼじゃろ。もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんす。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。まあそうなるよな。しかも場所は場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。どうなる？もう急に出てくじゃん。え、何？死んでくれみたいなこと？何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一つぼって厄介な土地なんだよ。よく聞くやつだ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、道島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一つぼを手に入れろとな。空の一つぼ。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった、あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が？あの一坪にはな、別の意味もあってな。道島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、道島組次期若頭のポストだ。声低く。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんす？どうなるんすかは。さあな。だが組の一大事に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことはさつに言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。さつには今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。連呼詰めとけよ。だもん、見てないとこでやっとけよって。
見ててくれ、せめて詰めるとこは見ててほしい。どうやら俺ははめられたらしい。はめたのはあの金貸しだ。金貸しをボコるしかねえ。だから多めの金くれたんかな。そうだな。教わったわ。おい、東京クレジットかい。今日で会ってる。連れてけ。おいおいおい、駆け足で帰るんだ。よかったかな。まあまあ大丈夫か。タタタタンタタタンタタタタタタン。俺が来んのは宣告承知ってわけか。まあそうだろうな。喋んないの。堂島組の桐生一馬だ。東国クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道あげねえか、チンピラー。チンピラー。出せ。一発食らっちまった。めっちゃ金もらえるし。ありがてー。絶対足で開けたわ。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい、近づくな。わかった、全部話す。だからちょっと待ってくれ。懐に入り込め。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたに
あの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼ、クゼの兄貴。てめえか、おい。やっぱりまさかあんたが俺を。何の話だねえ社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。殺に実施料に言ったはずだろ。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。撃たれた後にふんぬん言ってるから。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。ずっと現役でいろ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。殺すぞ。この若いクズの野郎。説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。お前は後でやるからな。こいつやったら今の一発でも理解したわ。上だわ。タバコ、ここでタバコ出してくる意味ある。絶対吸おうとしたとこ腹パンじゃん。むせるわ。来るぞ腹パン。腹筋入れとけ。殴らんかぞそれ。知るか。タバコなん美味しくね。わからんけど。そこ座ってる。いい機会だ。お前とは一度腹割って話してと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山。頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。まあある意味頭はいいよな。けど育てるのに莫大な金がかかってる。そろそろ本題に入ってもらえませんか。クゼの兄貴。どうなんだ。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリ、お前風間の頭をスパイしろ。何。殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや俺が次の若頭堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。キリをやらんよ。構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか。キリュウちゃん、ボイスレコーダーは好きな方選べ。ボイスレコーダーしといた今。だが返事は今だ。この場でしろ。
ノー一択でしょ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。よく言った。何？俺のこともおやっさんのことも。あんた何も分かっちゃいねえ。ガキが。この俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。まだなんかちょっと安いな。あったあったあった、ここかい。やばい。うわい。ちくしょう、どうしよう。序盤だぞおい。払っちゃう。え？おい、時計もらいました。マジ無駄に金使ったわ。ダメだよこういうの。もしもし、桐生だな。錦山だ。錦。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの風間組。なんでお前そんなとこに。今柏木さんと会って話してる。柏木さん、なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ。もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。クゼにはめられた。だがいろいろあった。いろいろ。そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一坪って聞いたことあるか？最近よく聞くな。クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。行く。100万円稼いで行くから待っといて。ごめん、それはごめん。え、冷麺ですかね。表面が冷麺食いてー、うまそう。スイカいらん。果物も乗っけないでくれ。酢豚のあれみたいに。早かったな。パインみたいな。絶対喉越しいいわ。お手間かけさせるような真似しちまって。あの切れてる。どうもみなさん。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。柏木。そっから先何があったか大方予想がつく。クゼのおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一坪で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、すまねえ。面倒なことになったな桐生。とにかくクゼと何があったか全部話せ。はい。クゼでした、はめたの。なるほど。
つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。おやさん以外に堂島の頭が務まるかよ。本当だよ。落ち着け錦山。それより久世の話に出た殻の一壺だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。そうだね。柏木さんは詳しくご存知なんすか。そりゃ知ってるやろ。ああ。まず今、カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが殻の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億、たった一坪の土地が。ああ、殻の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。それ知らないし。いや、分からねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやすさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上、久世が殻の一坪手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやすさんが瞑想してるやん。破門された極道の末路は言わなくても分かるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でもキリは実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも波紋にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だが久世が真犯人を握ってる以上手は出せん。仕立て上げりゃいいんじゃない。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らが久世に手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちはどうすりゃええんじゃ。とりあえず俺の濡れ衣も殻の一つも後回した。今とにかくノブみたいなこと言ってしまった。俺はおやすさんを守るために動きます。
何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。何？どの手だ？やめるんか？一人でけじめつけるって何する気だ？死ぬか？俺は今日限り堂島組を抜ける。サガズキ返して極道から足を洗う。キリュウ、お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって。免許待ってんの？やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろキリュウ、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。怒るね。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。確かにぬるいわな。俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ。たとえ風間のおやっさんが止めたとしても、俺は行きます。こんな。バカ野郎！許してください。柏木さん。サメみたいな顔してるな。錦、車頼む。ほぼサメやな。長い間お世話になりました。杯を返すって形としてあるもんな、杯っていうのは。よし、喧嘩をしよう。兄弟、お前が組を抜けると言ったってクゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ。大丈夫だ。わかった、乗れよ。乗らせていただく。中学生の時、今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。
俺らが薬剤になるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって、俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。雨が似合う。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねってるんだ。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。ほらよ、いつだったか、おやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。おい、いい人ですな。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。どっちがお兄ちゃんだろう。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。怖っ、顔を覗かせてるやん。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか？ああ、下っ端の下っ端な。ラッキーコーヒー、すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、キリュウ。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。桐生が杯を返しに来たらしいです。組を抜けてってことでいいんだな、キ。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。詰めたとして、手ぶらで組抜けの挨拶とはな。そんなすぐに血止まんないよ。てめえ、極度舐めてんのか。うるせえ。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ。殴られるよ。
おい、何デジャブリプレイ。縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、学生気分で敷居またげろど、極道の世界甘くねえぞ、こら。はめたやつがよく言えるわ。よ、考え直せ、キリ。今なら全部水に流してやる。こっちのセリフだけど。風間の頭から、からの一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。米田、消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるって思うよ。ほら、やってみろ。やばこいつ、でかい気になってるな。あんた、ああ、勝手に殺すのか。組長に無断で寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。ああ、確かにそうだ。その言葉、うい、待ってたぜ。何、器用じゃねえか。てめえ、あれれれれ、もう組抜けたんですから。てめえ、兄貴分に向かって何しよう。おいおいおい、何を言ってるんですか。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。言ってることは違うじゃねえかよ、おにぎり顔がよ。かかってくんのはあんたらの勝手だが。怖いけどな。こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。すぐ兄貴だよりな。こいつは俺がやらしてもらいます。やってみ。任せる、好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。そん時はもう話ねえけど。なら首洗って待ってろ。笑みをかけてやがる。そりゃそうだ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。いるぜ。来い。身が引き締まった。しゃ、いくぜ。ヨネダちゃん、出る。おいおい、ヨネダ、
ヨルガちゃん、まだ来んのかい、ヨーネダちゃん、ヨーネダちゃん、いやこいつまだいいのかい、こいつタフネスだけはある。よしよしよし、行こう行こう、来たぜ黒田ちゃん、もうお前になんか負けねえ、ナイス、うん、ナイス便器、ナイス便器、派手な短歌切るだけあってなかなかやるな、おめえさんも偶然とかかい、風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ、フグ切ろ、裸で待ってんな、俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ、ダセえな、クゼ口が聞けなくなる前に吐け、殻の一粒の真犯人は誰なんだ、どこに隠してる、ガキが調子に乗りやがって、シェイダセー、誰だこれ、下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、道島を甘く見るなよキリ、お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ、いつまで脳がきたるてんだ、確かにな、さっさとかがってこい、こいつは口先だけだな、ああかがってこねえならこっちから行くぜ、キリュウちゃんまだまだ甘い部分あるからな、言ってることは、じゃーん言うて、待って、ラッシュだ、これラッシュだな、もう返し技、いや、行ってやるよ、そうだよ、あ、ミスった、ミスった、死角、ナイス、押してる最中でやめて、ボクシングスタイル、あれ押してないな、やばい、余計なことしようとしている、俺
ダメだ、もう舐めちゃダメなんだ、敵を。一旦回復だ。まだあるんですね、回復がね。いきます。ありがとうございますと。好きでか、好きでかいわ。あ、お前これダメだな、隙がでかいな、隙がでかい、やばい、はめられてる、はめられてる。ほぼ立ち上がって、これこれ抜けるか、これだな、いっとけい。1個多かった、明らかに1個多かった。俺どこまで行けばいいんだ、こいつアーマーあるな。サンキュー。やっぱこれ圧倒的ステータスご利用しがいいな。もっと長老みたいなやつかと思った。道島組長、タイマン張ってたんじゃねえのかクズ。シビーな。道島の若頭補佐ともあろうもんがみっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。だから何感がすごいけどな。お前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前片桐に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そのこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟兄弟泡の、俺もはっきり聞きました。壁の向こう側で桐生はもう組を抜けた人間だ。聞き耳立ててたな。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえらクゼ、
これ以上ブザマ晒す気か。ブザマでしかないからな。苦虫を噛みしめているようですけど、やば、来るぞ伝説のシーンが。新品かなこの包丁は。ドスは。さあ兄弟、久世剣の会の人間なら作法は知っていますよね。いや怖い。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。お願いする。第一関節でお願い。分からんけど全部じゃないんだろうな。1か2か。いや痛え、骨の折れる音。そんなんなの。血出てるよ当たり前だけど。拾ってるやん、止血してやれよ。こりゃ恨むな桐生を。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエッサンの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやつさんも全く関わりありません。ですがあの一つもで、俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか、風間の親父のことだけは。飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。そうなんだよな。それ絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエッサンの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。いやそけじめだから、てめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだよ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだ。少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。やば。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。
堂島組長。極道は一度身引いたらしまいだ。お前は肩着として幸せになる道でも探すんだな。何やれん。あ、しようと。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。悲劇のヒロインみたいなことすんな。どうせ認識立てますか。え、認識じゃない。まさかあなたは。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘さんかい。あなたが橘。あなたが今置かれている状況は全て承知しています。すごいな。それはそれで私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。本当ですか。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、100万円もらったわ。これで第一章って。なんつボリュームなんだ。セーブデータ増やすの好きじゃないんだよな。分岐させたりしたいんだが。なんだ。シャワー、水がリアル。色塗ってないっていうな。かっこいい男だな。水と男は似合うな。かっきーか。食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです。悪いが空気にはなれねえ。お腹いっぱいになれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ。桐生さん、くつろいでください。いや、怪しすぎるもん。普通に考えてピンチの時に手を差し伸べてくるやつは警戒すべきだよ。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。マジかよ。立花さん、その下まさかフルな。フルのやつですか。ええ、フルですか。ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか。右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。それは聞いてない。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。なんでだ。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。怖っ。そんなことは聞いてね。確かに桐生さんは
登場過剰という言葉を知ってますか？知らない。登場過剰、いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。確かに。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんた一体小学校とかに書いてあってもいいね。錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。沢村さん、やがてあなたと錦山さんはまだ会ってないよ。親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。入り申したよ。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。なんでちょっと切れてる？だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？気になるけど。今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。空の一粒に決まっているじゃないですか。確かにな。また空の一粒か。やけに聞くな。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが空の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの縫い絹も晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。ちょっとしたものなのに。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この街じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。確かにな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。さっき裏切られたばっかだから。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。半切れだけど名刺は持って帰る。持ってこさせます。では私はこれで。いや、食べてたかな。残ってるね。残しちゃいかんよ、最後の。だ、柏木さん、柏木さん。めっちゃ見てきてる。柏木さん。桐生。お。錦。錦がい。お前。錦がい。大丈夫だったのか？おい、マジかよ、よく殺されなかったな。なんだろうね。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃあおやっさんももう大丈夫ってことか？おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。なんでだよ。お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。いや、クゼに狙われるでしょ絶対。わかった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。おい、何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ。
錦。きっちり筋は通す。筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった。じゃあ後でな。アパートどこ？よし、今日はもう帰る。帰ろ。いや、変なとこ住んでんな、おい。絶対ここだわ。201です。土壁、すげえ生活レトロやな。 AB って書いてあるけど。俺だ、キリュウ。帰るぞ。鍵閉め。ビールしかねえぞ。すぐ酒。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。いやー、ミニ缶錦、ちっちゃいやつ。あれから柏木さん、いや違う、500でした。いや、500だった。何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。いや、冷麺うまいからな、そりゃ。それまではむっくり黙って何にも喋らなかったんだけどな。心配してくれてたんかな、あの人らしい。だろ。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。錦も気をつけて。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の三人のうちの誰かが空の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。殺に目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。なんだ。実はな、東光クレジットの社長、さっき殺されたぞ。クゼネ野郎、やりやがったな。ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一壺におびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ、なんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。援護も詰めたし、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。真犯人というよりクゼってやってるクゼがやったって分かってんだからさ。他のやり方どうなん、その辺。クゼがやったっていうことを証明すればいいんじゃない。苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか。あの会話をな、録音してるわな。立花不動産出た。組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。鉄空の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。待て、キリュ。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら空の一壺にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ。立花不動産は町に事務所構えてるようなまっとうな会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り。今、カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。すごいや。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ
空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立花不動産は札付きだ。登場会本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか立花の腹が読めねえ。あ、そうだよな。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べんのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。キリュウ、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。よっしゃ、立花不動産の情報を集めよう。行こうか。行く。